なんで大谷って日本時代今ほどは活躍しなかったのにメジャーで大成功したの？大事に扱われすぎてたから。少なくとも化け物扱いはされてただろ。当時から先発しながら DH のルールあったらな。最初からアメリカ行かなかったのは正解だった？日本にいた頃とが大違いすぎる。日本時代は二刀流といってもあくまで投手メインの二刀流だったよね。打席数が物語っている。 NPB 時代は投手はともかく野手は才能だけでやってたようなもんやろ。 MLB に行って肉体改造して化けた。週3でしか DH 出てないんだから数字的にはそや見劣りするよ。今みたいに毎日出てたら無双してたろうよ。大谷は勝ちたい気持ちが強すぎて何回か無理しようとしたが、栗山さんが全力で制御してたからな。多分メジャーのピッチャーっていいピッチャーと悪いピッチャーの振れ幅が大きい気がする。大谷、ジャッジのホームラン見てるとそこ投げたらイカれるやんってのが多すぎる。大谷は日本でちゃんとチーム優勝させてるからな。仕事してないとは言えない。手探りで二刀流やってたから無理はできんわな。そもそも日本に高卒5年間しかいなかったし、成長途中なだけ高卒4年目ですでに投手としても打者としてもトップクラスの成績出してたし、両方規定じゃないと叩かれてたが、すでにメジャーでも活躍しまくったけど今年でまだ30よ。日本時代全然盗塁してないのも今思うと不思議だ。日ハム時代から打者としては一流だけど投手としては打者大谷に比べるとまだまだと複数の解説に言われてたくらいやし、安定して本塁打数稼げる選手は失投を逃さないんですよ。当時が発展途上で今がピークってだけやろ。二刀流のやり方も模索する中でやし、日ハム行かなきゃもっと早く開花してたな。プロとしての年数も違うのにね。高卒でデビューしたての鎧のとがっつり鍛えて油の乗ってる今と比べるのもな。教えてくれメンス。